はい、ほっこりゲスト様紹介のコーナーです。このコーナーではほっこりをキーワードにいろんな考えや世界観をシェアしていきます。さあ今日はどんなお話がお聞きできるのでしょうか。今日のほっこりゲスト様はオルトコーヒーローターズ、ロースターズ栄養士焙煎士の中村千尋さんです。中村さんは京都二条城の近くでカフェを通して幸せや資源の循環をコンセプトに開業したお店のオーナーをしていらっしゃいます。栄養士の資格を持ち児童福祉施設の教員をしていらっしゃいました。国内外でのボランティア活動にも多く参加し、何かもっと自分にできることがあるんじゃないかと開業を決意し現在に至ります。それでは中村さん、こんばんは。こんばんは。ようこそ。はい、こんにちは。ありがとうございます。こちらこそ。いや、私ね、もうコーヒー大好き人間としては、なんかね、コーヒーのお話をすごくね聞きたかったんですよ。あ、嬉しいです、そういう風に言っていただけると。はい、まあね、中村さんのね、今ちょっとプロフィールを簡単にご紹介させていただいたんですけれども、もともと児童福祉施設の教員されていらっしゃったんですよね。あ、そうですね。もともと栄養士の免許も教員免許もどっちも持ってたので、それを活かして障害者さんたちと一緒にお菓子作りをしたりとかして、それを販売したりしていたんですけど、日本のその障害者さんたちの賃金ってすごく安いのが自分の中で疑問に思ってしまって、で本当の支援になってないなっていうのがすごく問題だなと思ったので、だったら逆にこの人たちがケーキを作れるんだったら、自分がまだ日本にないスタイルの何か特別な、なんかドリンク飲み物を作ることができたら一緒に何かできるんじゃないかなと思って、で自分が始めることで普通に雇用が増えたらいいんじゃないかなと思ったので、コーヒーを始めることにしたんですけど。はい、はい、すごいですね。なんかもうね、その福祉施設で働かれてるだけでもすごく私やっぱ世のため人のため、になってるんじゃないかなって思うんですけども、さらにそこからもっとできることがあるんじゃないかということで、まあ、それがね、まあ、今回コーヒーだったわけなんですけれども、千尋さんのお店はそういったまあコーヒーを、提供すると同時に、まあ、いろんなね、まあ、社会問題や環境問題を含く、ね、関係して発信もされていらっしゃると思うんですけれども、はい、今日その中で特に伝えたいなって思う内容の方をね、なんか私皆さんに多くの方に聞いてほしいなと思って、はい、お越しいただいたんですけれども、今日なんかいっぱい喋りたいことありますよね。あ、そうですね。なんかね、クラウドファンディングも、挑戦されて、今セカンドステージかな、もう多分この放送の時にはね結果が出てると思うんですけれども。そうですね、はい、まず1期目が達成されたということで、はい、はい、おめでとうございます。 ありがとうございます。でなんか応援していただいた皆さんもおられると思うんですけど、せっかく支援していただいたので、その気持ちが無駄にならないようにこれからも自分にできることを頑張っていきたいなと思っています。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちなみにクラウドファンディングの内容を簡単にちょっとお伝えいただけますか。あ、はい、コロナウイルスの影響でお店をしばらく閉めていたので、その運営資金ということでクラウドファンディングに挑戦していたんですけども、もともと私がコーヒーを焼いて卸してる先が障害者さんの施設だったりとか、障害者さんのバリスタさんとかが多いので、今飲食店のみんながしんどいのは一緒なので、でその中でもなんか自分が一番知名度があるというか、雑誌とかにも紹介していただいたりしてたので、なので自分がそういうのに挑戦して、でそれで他の人にもなんか例えばコーヒーの無償提供とかの形とかで自分もそれを支援できたらいいかなと思ったので始めました。すごい。
とんでもないです。いや本当にね、あのクラウドファンディングのページね、皆さんにも後であのちょっと URL とか貼り付けておきますけど、ぜひ読んでいただきたい内容だなと思って、私感激しちゃいました。ありがとうございます。はい、今日そんな中でね、どんなことを皆さんに聞いていただきたいですか？そうですね、私がもともとそのお店をやってるのは社会問題であったりとか、あとはコーヒーってすごいあのただの一杯のコーヒーから想像しにくいと思うんですけども、結構いろんな社会問題とつながってって、例えばあの低賃金労働であったりとか、いまだに奴隷労働みたいなのってきっと皆さん想像つかないかもしれないんですけど、コーヒーの世界って実はまだまだあって、なのでうちではフェアトレードのコーヒーだけを使っていたりとか、農園さんの中でも例えば去年までお子さんが学校には通えなかったけど、そのフェアトレードのコーヒーに切り替えてからやっと今年から学校に行けるようになったよとか、嬉しい報告をしてくださることとかもあったりとかして、あの世界の裏側であの見えない世界かもしれないんですけど、まあ、そういう世界の人ともなんかその自分が普段飲むものであったりとか着るものとか何でもそうだと思うんですけど、あのいろんな人につながっていくので、その一つ一つの選択肢で誰かの幸せにつながったりするよっていうのをあのお店を通して知ってもらうことができたらいいなと思っています。素晴らしいですね。本当そうですよね。だからそういったところが、まあ、なんて言うんでしょう、あのお店を持ってる強みっていうのかな、まあ、自販機やね、まあ、あのコンビニ、ではなかなかそういったあのコーヒーのね、もうたかが一杯のコーヒーだけど、ひょっとしたら世界をね変えることができるかもしれないっていういろんな背景って ありますよね。そうですね。そこがね、一緒にあのお伝え、コーヒーとともにほっこりしながらお伝えできるってなんかすごくいいですよね。そうですね。ね、コーヒー、はい、あのお客様にはどうですか？何が人気なんですか？とうちがなんか日本にまだほとんどないんですけど、浅入りコーヒーって言って、あのコーヒーがもともとフルーツなんですけど、その素材の味を生かした焙煎をしてるんですね。なので苦いコーヒーを一切置いてないっていうのが特徴で、はい、なんかもともとさくらんぼみたいな赤い果実なんですね。でもともとコーヒーってだから甘みと酸味しかないので、実はワインとかに似てて、あの産地であったりとか、あと品種が違うと同じ産地でも全く味が違ったりするので、それを分かるようにあの個性が分かる焙煎にとどめるっていうのが特徴で、でそれをやってるとこってほとんどないので、皆さん結構あの同じ国同士で飲み比べたりとか、はい、やっぱり2人で来て違う産地で飲み比べて、あ全然香りも味も違うねっていうのをあの楽しんでいただけたらなって思ってます。わあ、いいですね。すごいなんか勉強にもなりますよね。あ、そうですね、あのコーヒーがねよくあのだってそれこそあのチェリーのようななんて言うんでしょうね、あの生の、ね、豆ってあの黄緑色ですよね。はい、はい、はい、そうですね。でそういった果実からできるっていうのも意外に、ね、知られてないことですよね。そうですね。お店に来られる方とかにコーヒーってフルーツなんですって言ったらすごい驚かれたりとかして、はい、で実はコーヒー その果肉の部分って産業廃棄物になってしまっていて、皮の汚染とかになっちゃってるんですね、生産国で。そうなんですか。はい、なんでそのコーヒーのチェリーの部分ってで、しかも結構低所得の国が多いので、コーヒーの生産国って、で新しくあのそういう人たちの労働賃金にならないかなっていうので、うちではケーキとかに小麦粉の代わりであったりとか、そういうのとか丸々コーヒーの果肉として使ったりしてるんですけど、はい、なのでそれを食べると、あコーヒーってほんまに苦くなかったんだ、フルーツやったんやっていうので、はい、お客さんがすごいびっくりしつつも、なんかコーヒーフルーツっていうのを実感していただけるので、それがすごいなんか楽しみというか、そういう反応が楽しみでお店をしているところもあります。すごいですね。なんか環境にもなんか自分にもなんか優しいですよね。そうですね。はい、なんかね、まあ、そういったもので作られた、ね、ケーキとかって本当に私も一度食べてみたい。あ、
なんかでも本当にうちはお砂糖とか白砂糖とかがやっぱり体に良くないので、環境にも優しいけど人にも優しいっていうのをすごい気をつけてて、もともと栄養士っていうのもあるんですけど、なんでお砂糖の代わりに甘酒使っていたりとか、はい、なのでとかあのケーキとかも油とか使わずにお豆腐とか大辛でやったりとかっていうので、はい、あのでも海外の人とかでも日本の食材でもあのケーキっていう形で楽しんでいただけるようにいろいろ実験して工夫していて、でそれもペアリングで合うようにワインとかもマリアージュすると思うんですけど、はい、コーヒーもあるのであのそれぞれの産地に合うようなケーキをあの合わせていて、なんかケーキと一緒に食べると味わいがどんどん変わっていくっていうのをお店ではやってますね。はい、すごい、はい、なんかもう私ね、自家焙煎のお店って私も結構行くんですけども、そこまでねこだわったお店って私なんか初めてかもしれない。でも多分そうだと思います。本当に同業者さんとかもよく来ていただくんですけど、研究してるノートであったりとかその焙煎の理論とかを全部科学的にアプローチして5年間くらいかけて全部実験したんですけど、そういう、ね、今もまだやっぱりスチルインプログレスというかまだ実験しつつ、もっと美味しくなるんだったらとか、もっと産地さんの良さ伝わるんだったらっていうので日々努力し続けてるので、その同じ実験を繰り返してるっていうので、その同業者さんとかにもこの人やばいなみたいな感じでちょっと惹かれてますねいやいやいや、もう職人さんだわ。いやでもなんかお客さんにせっかく出すので、やっぱり中途半端なもの絶対に出したくないし、うん、でやっぱり私はその生産感謝さんがいて、その人たちが一番しんどい部分になってくださって、手で焙煎させていただいて提供させてもらってるので、あの農園さんの表現したい味をちゃんと表現したいなっていうのがあって、うん、なのでそこは絶対に努力を怠りたくないなって思ってます、うん、まさにあのね循環ねできる世界ですよね。そうですね、またなんかコーヒーもね、その出がらしであの天然素材で作る石鹸を開発されたりとか、あとまたあのプラスチックの削減にお店としてねなんか取り組んでおられるそうで、どんなことされていらっしゃるんですか？そうですね、そのもうプラスチックをそもそも使わないようにしていたりとか、あとはテイクアウェイとかのカップの蓋とかがバイオプラスチックっていう自然に土に変えるプラスチックとかあるんですけど、はい、ちょっと値段が高いので取り入れてらっしゃるお店少ないかと思うんですけど、最近コロナとかの影響でお持ち帰りとかされる方多いと思うので、あのこういうお店が増えたらいいなっていうのと、あとはお客さんにマイタンブラーを持ってきていただくのを呼びかけていて、でうちではあのタンブラーってすごい荷物になると思うので邪魔かなって思ってたんですけど、折りたたみのタンブラーがあの完成したので、それを、はい、販売してたりとかして、はい、今でも結構常連さんとかはもう 100% マイタンブラー持ってきてくださってて、なんか思ってるようなエコのお店になってきたかなと思ってます、はいはい、まだ、オープンされてどれくらいでしたっけ？今オープンしてだいたい1年くらいなんですけど、はい、はい、なんかやっぱり、まあ、常連さんであったりとか馴染みのお客さんとかがやっぱりすごいお店の多分コンセプトとかにも共感して来てくださってるっていうのもあると思うんですけど、すごい優しい方が多くって、まあ、それに支えられてるという感じで、でちょっとずつお店の方もなので思ってるようになんか、まあ、優しさとかが還元するような場所にだんだんなってきたのかなと思ってます。そうですね、それこそあのまさしく店名のオルトっていうにはなんか意味があるんですよね。あ、そうですね、なんかオルトはオルタナティブから来てるんですけど、新しい選択肢っていう意味があって、あのもともとなんていうかそういう持続性であったりとかこれからも続けることができるっていう風な商品ってまだまだ日本に少ないと思うし、環境問題に配慮してるって口では言ってるけど実際やってるお店って正直あんまりないと思うんですね。なので新たな選択肢として環境にも優しいし自分にも優しいし、で私も売ってる側もハッピーだし、であの生産者さんもハッピーだしっていう新しい消費の形を提案することができたらいいなっていうことから、新たな選択肢っていう意味でオルトと名付けました。すごい
もうなんかねすごいとしか言いようがないんですけども、なんかねその新しい選択肢を皆さんがねなんかちょっと知っていただくきっかけになればすごくいいですよね。そうですね、なんかそんなに難しいことじゃないので、なんか日々のなんか一つ一つの選択をちょっと見直すとすごく優しくなれるというか、いろんな人に優しくなれるので、今目の前にあることだけじゃなくって、その裏側、これってどうやってできてるんだろうとか、その商品の裏側のことを知ってもらうと、すごい選択するときに幅が広がるというか、なんかいろんなものが選択肢に入ってきて、でその中でも自分に優しかったりとか、これからなんていうか自分のお子さんの世代であったりとか、私たちが環境を守らないと次の世代にしわ寄せがいってしまうので、その地球の裏側の人とかだけじゃなくて、本当身近な人を守ることにもなると思うので、一つ商品を選ぶときとかにちょっと考えるといいかなと思います。はい、ありがとうございます。そんなね、中村さんなんですけれども、はい、今後の目標とかありましたらお聞かせください。今後はやっぱりまあ、お店を通してなんか循環であったりとか優しさが回ったらいいなっていうのはもちろんなんですけど、まあ、新しく廃プラスチック、ゴミになったプラスチックからあの風呂敷を作ったりとか、いろいろこれからも持続性のあるあの環境にも人にも優しいってい う, もう商品であったりとか、まあ、もちろんコーヒーとかもそうなんですけど展開していきたいので、そういう輪がどんどん広がって、で新しい選択肢って今は言ってるんですけど、それが普通の選択肢になっていくことを願ってます。そうですね、本当それが普通の選択肢、当たり前に、ね、なる世界になると、本当なんか素敵ですよね。そうです、なんかみんなが優しいし、なんか飢餓とかで死んでしまう人もなくなるんじゃないかなと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、そしたらね中村さん、もうね多分今日の放送を聞いて皆さんもねファンになられた方もう多いんじゃないかと思うんですけれども、そんなねリスナーの皆様のために、今後のね告知や連絡先などございましたらご紹介の方お願いします。はい、ウォルトコーヒーロースターズで検索していただいたらホームページが出てくるんですけども、そちらにお店のコンセプトであったりとか、あの新しい活動の報告であったりとかもしています。今後はあの障害者さんが始められた自然農法の農家さんと一緒にあのいろいろお菓子作りを進めたりとか、自分なりにできるあの支援を幅広くやっていきたいなと思っています。もしあの気になる方がおられたらそちらをチェックしていただければと思います。はい、ありがとうございます。本日お話を伺ったウルトコーヒーロースターズの栄養士焙煎士の中村千尋さんの詳しい情報はまた、ブログおうちサロンローズマリーのほっこり小晴れ日和でもご案内しておりますので、ぜひご覧くださいね。それでは今日のゲスト、中村千尋さんでした。中村さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。